宮城県宅も,も医療療育センターは、かつて仙台市大白区に所在した児童福祉法に基づく医療型障害児入所施設であり、医療法に基づく病院でもあった。主に、青年者を含む死体不自由者に対する医療、療育を手がけていた。宮城県政治宅桃園として、当時の名取郡秋保村に設置された。当地に設置された理由としては、近隣に、 秋保温泉があり、その温泉の熱による温浴療法などに活用できることなどが挙げられている。拓桃の名称は宮城乙五郎県知事が障害者であっても桃源郷を開拓するという意味で名付けたもので地名に由来しない。後に併設された死体不自由者対象の養護学校の校名にもこの拓桃が付されることになった。百八十六年に 現在の名称に変更され、同年までに2回の大規模改修が行われているが、老朽化が激しく、宮城県立子ども病院隣接地への移転、平成27年度中の稼働開始が計画されていた。なお、設置形態が、当センターが、県直轄、子ども病院が、県による、地方独立行政法人による運営であるため、経営形態の一元化など、移転、 稼働開始までに検討すべき点は多くあったが、2015年4月に県から子ども病院へ運営移管が実施され、2016年2月29日をもって、病院機能を子ども病院に併合する形で、当センターが廃止されることになった。児童福祉法上の施設としては、子ども病院の新病等内に県が宮城県立宅等園を新規設置した。ありがとうございます。